こらこらこら、いい、必死に食べないの。なんかもうな。箸とかはなさそうだけど。はいはい、はい。ポイポイに。じゃあちょっと胃薬をとどめで行ってみよう。はい。じゃあ大丈夫。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、いいね、大丈夫。いや、大丈夫。わかる。はい、大丈夫か。あー、入っちゃったね。ダメだよ、食べちゃう。じゃ、入っちゃった。なんで？おいで。はい。おいで。大丈夫。ダメだよ、待ってね。もう今日なんか液体がすごいね。どうしたんだろう、ほんと。はい。ケロッとしてます。大丈夫？薬飲んだんですけどね、吐きましたね。みーちゃん、ちょっと検査するよ、しっかり。安心できないね、これじゃ。大丈夫？そうしようか。寝る前です。みーのソファーこっちに持ってきました。歯磨き終わってガム、ちょっとね、このガムもなんか怖いな、食べさせるのって思いながら、でもやっぱ欲しがるんで。うわ、寝ちゃ寝ちゃ、よだれがすっごい。でこんな感じでやっぱ元気で体調がねいいんですよね。夜ご飯も半分しか今日は与えなかったです。でこっちで食べて。心配なのは今日これから寝るんですけど、寝てる間夜中にね勝手に向こう行ってゲロ吐いてるっていうことが結構あるんで、頼む、今日吐かなかったら嬉しい。はい、おやすみ。足ここに寝てもらいます。今日は花花。おやすみ。ああ、出ちゃったね。これ何履いてんだろう。ダメダメダメです。え、朝の6時ぐらい飛び起きてダメ履きました。仕事から帰宅中です。今日はちょっとね、家を出ないといけなかったんで、ずっと監視カメラであの海の様子をチェックしてました。で、病院連れて行こうと思って病院に電話したんですけどね、やっぱちょっと緊急性が低いっていうことで、あと薬の効果も通知しないと分かんないみたいで、とりあえず様子見になりましたね。ちょっと一回帰ります。で、ゆみちゃん結構寝てるっぽいんで元気をチェックします。さあ、迎えに来てくれるかな。迎えに来ない。元気ないのかな。ミミ帰ってきたよ。元気ある？伸びーってしてる。手伸びてるよ。ただいま。来た。眠たいね、ミミちゃん。ちょっと手洗ってくるから待って。匂ってる。外の匂いがする。ミミちゃん、ちょっと待って。顔汚くなったり。はい、ただいま。ミミちゃん、目くそがいっぱいついてる。取ったらいいよ。ふみちゃん、ご飯食べようか。ご飯食べる？ご飯食べる？いらないの？ちょっとなんかやっぱ弱ってるなぁ。ご飯食べる？眠たい。あの薬も数日しないと効果発揮しないみたいで、即効くっていうものではないみたいですね。なんかとりあえず様子見になりました。まあ何日か見て、それでも改善されなかったら眠たいだけ。ちょっとね、大きい検査になるかもしれないです。だから元気がないのがね、なんかだんだん弱ってる感じも若干するんですよね。見てて。ミミ、ご飯食べよう。おいで、ご飯。こっち来ないな。あんまいらないのかな。ちょっと与えてみよう。降りてきた。シュールつけたら降りてきた。喜んでますね。元気になってきた。よかったよかった。さあ、みーちゃんご飯食べよう。薬をこうやってチュールに入れて。はい、どうぞ。食べてもらいます。
美味しい。まあ、食事を何回かに分けて食べてもらうんですけど、それでもね、吐くんで。やばい、薬残ったな。みーちゃん、ちょっと見して。ちょっと待ってね。あ、やばい、薬はよけられてる。はい、これ薬。はい、食べろ。うわ、吐き出した。はい。あ、ラッキーラッキー、薬を食べてくれた。危ない。バレるとこでした。あ、これしんどいね。こっちやろ。お腹忘れてたのかな。治るといいです。ん？こっち？もちゅうりないんだよ、みーちゃん。こっちこっち。よいしょ。では、そっとしてあげます。ちょっと海がやっぱ元気なかったら、このね、心配になって釣られちゃうんですけど、ちょっと元気にいただけようと思います。せめてね。海を気負けして元気なくなんないように。もうないよ。よし、帰って。くちゃだよ、です。入ってなくてよかったです。留守番中にね、開くかなと思ってちょっと心配してたんですけど、大丈夫だった。よかったね。ゆっくりしようね。はい、お仕事終わりました。そしてミミちゃんが仕事中にまた入っちゃいました。ミミ絶食だよ。もうちょっとね、ご飯ちょっと量減らしてたんですけど、一旦12時間ぐらいちょっとね、何も食べない時間を作ろうと思います。ミミ元気になろうね。お薬を飲もう。早く元気になってもらうためにちょっといろいろ頑張ります。ミミちゃん、大丈夫か。はい。しんどいね。食べるって言ったらこんな元気です。食べたいね。今はご飯ふやかしているとこです。あと30秒待って。ゆみちゃん食べたいね。はい、食べた食べた。ほんのちょっとね、ふやかしたやつ一旦与えます。はい、ゆみちゃん。はい、どうぞ。ゆっくり食べよ。ちょっと早かったね。ふやききってないけど我慢できなかった。前回とのご飯がだいたい10時間12時間ぐらい空けたのかな。もう空腹の吐きがありましたね。空腹で吐きましたで、ちょっと休んでご飯食べてます。まあ、脱水に気をつけながら吐いたら、ね、絶食が対策としてはいいっていうことで。いいね、めちゃご飯食べれるっていいね。ゆっくり食べてくれよ。はい、食べ終わってちゃんと水も飲んでくれてます。美味しかったね。いや、挟まったの。挟まったね。みーちゃん取る？大丈夫？もうないよ。水を借りようか。よいしょ。うい。うるない。消化にいいものをね、与えたいんですけど、普段ね、食べ慣れてないものもダメみたいなんで、ちょっとご飯をふやかすだけになっちゃいましたけど。みーちゃん、早く元気になろうね。最近ご飯食べたら、このおもちゃをね、持ってきて遊ぶんですよ。爪楊枝代わりにしてんの、それ。歯に挟まってるの、それでトロドしてる。海、顔疲れてるよ。つまようじにしてる。じゃなくてお腹空いてんのか。まだ食べたいんだよね。ちょっと時間あけたら食べようね。さあ、海はソファーでゆっくりするんで、もうちょっと寝ようと思います。おやすみ。寝不足だね。